はいどうも山木ですええー、いよいよ4月の8日ですよ、今日ね。さあ、日食は、まあ日本時間で言うと今夜、今晩の夜中、なんだ、4月の9日になってからの、なんだ、3時過ぎ、AM の3時過ぎぐらいからでしたかね。なんか今日早速、ね、 地球っていうか、なんか日食地震とかって <laughs> 言ってたら、今日なんだ、岩手沖と、あと、あそこ宮崎、宮崎なんですかね、鹿児島じゃないですね。宮崎の、なんか、地震がありましたね。宮崎がしんどこでしたっけで、岩手はあれしんどいくつだったんだっけなんか覚えてないな。まあ地震ね、 世界中あちこちでグラ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 言ってましたけど、どうなっていくんでしょうね、これね。まあ惑星、太陽と月が並んだっていうだけで、まあ重力の影響大きいですよね。そこに他の惑星も関わってくるしね。で、これ、聖書とかあんま詳しくないんですけど、聖書的にも何か語られてた日食なんですかね。 一つのきっかけになるもんなんでしょうかね。太陽は毛織物のように黒くなるぞと。で、月は赤くなるぞってね。そういうところと関わっていくんですかね。どうなんでしょうね。ひょっとして暗黒の3日間とも思ったけど、<laughs> どうもそうじゃなさそうな気はしますね。なんか X の中見てても、なんかいろんなことがもう、 これ、隠れてらんなくなってきてますよね。いろんなことがどん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 表舞台に出てきてますね。今日も、今日初めて見つけたんですけど、あの、ファイザーの元社員の方の、まあ、内部告発のビデオですよね。で、YouTube じゃないので、多分目にしにくかったんだと思いますけど、 2021年に確か録画したって書いてあったような気がします。で、知ってるわけですよ。あ、えー、っとね、それじゃあ下の動画欄にその動画貼っときますね。まあね、あの、売った方にとってはあんまり聞きたくない内容かもしれませんけど、でも目を背けて通れるとこではないのでね、ぜひ これは直視してでいずれ解決策メドベッドになるのかどうなのかは分かんないですけど解決策は見つかってくるはずですでそれまで是非あの数回ね打った方打ってしまった方はあの自分の意識を高く持っていくっていうこととあとやっぱ免疫力を上げておくってことは大事なんだと思います なので、名義力を上げるっていうのは、まず、基本は体温を上げるっていうことだと思います。で、名義力を上げるっていうので、もし、あの、YouTube でも何でも、まあ、Google でも何でもいいと思います。あの、検索したらいろんなの出てきますよ。でその中で、それを見て、自分でね、気が向くもの、で、意識が向くものを、ぜひ選んで、 あの実行されてったらいいと思います。重曹クエン酸だったりは、その松の葉茶だったり、あとキニーネだったり、イベルメクチンだったり、いろんなものは噂されてます、語られてます、その免疫力を上げていくっていう時にね。なので、その辺はぜひ意識してほしいなと思います。で、あの、枠を打ったか打たないかにかかわらずですよね。 今とにかくもういろんな化学物質本当にね <laughs>、本当あの、この間消された動画でも言ってたそ、そのせいで消されたわけじゃないんですけど、あの、ペットボトルのあの、マイクロプラスチックは今まで言われてたけど、ナノプラスチックってのが実はなんかすごい量入ってるよって。 ってことを、えー、その前の何回か前でお話ししてね <laughs> そしたらどうもそのペットボトルもひどいけどあのティーバッグの方がもっとひどいよってね <laughs> ペットボトルの1.5ペットボトルがな,なんだっけ基準は何リッターでしたっけかなそこに21億かなんかのそのナノプラスチックが入ってた っていうのをねまあ学者さんが見つけたらしいんですよ2種類のレーザーかなんかを当ててねで調べてったら実はそのティーバッグの方は21億どころで30何億入ってたっていうねだんだんまあティーバッグなんて普通に飲んでましたよね使ってましたよティーバッグまだいっぱいありますよ紅茶とか <laughs>。 だからもうそれ知ってからもうハサミで切って全部中身出して入れてますよ。紅茶とかミントティーとかね。ほんと知らないってのは恐ろしいごっすね。で、その家屋新報っていう新聞に載ってたのはまあいろんな雑器の中にそのナノプラスチックが入ってることが分かったみたいな記事だったんですけどね。だからその 食ってないから大丈夫っていうんじゃなくてやっぱ自分の免疫力を上げとくってのは冷え性だなんだかんだ言ってる場合じゃないですよ冷え性だって思ってる人ほど冷え性で困ってる人ほど体温を上げていきましょうよあの冷え性になるってのは体ってのは全体の保持機能を持ってるホメオスターシスってこうねその維持機能を持ってるわけですよ生命維持機能で 向上性維持機能と普段は大丈夫なんですけど、で、そのね、こう、その中心にあるもの、例えば心臓だったり脳だったり、その根幹をなす部分が全体がやばいよって、血流弱ってきたよっていう時にね、そのやばいとこ、中心の部分を守ろうとするために、末端から締めていくんです、血流を。末端で冷えていくことを止めていくんです。 それが冷え症ってやつですよ。だから自分で血流を上げていく。で、血流を上げていくのにもう1にも2にも基本になるのはやっぱ体温ですよ。体温は上げていくっていうことをぜひ考えた方がいいと思います。で、糖質、砂糖ってのは体温下げるんですよ。スイーツスイーツ言って食ってる間に体温下がってっちゃうんですよ。 だインドなんか行ったらあの甘いチャイトが飲んでんですけど、熱い国だったらいいんですよ。熱い国だったら多少の糖分ってのはむしろ必要だったりもしますよ。だけど、ストーブ炊きながらスイーツスイーツ言ってたら、そうら冷え症になりますって、ね、あのー、学ぼうと思ったらあっという間ですよ。その根菜類だったり、そのやっぱ和食ってのは素晴らしいと思います。組み立てがね。 そういうところってのも,も、冷え性でお困りだったら、ね、健康で暮らしていきたいのだったら、ちょっとそういうところを意識しましょうよ。あの、ね、ワクトが打ってる打たないにかかわらずですよ。んで、X の方は自信もありましたけど、ま、いろいろ載ってましたね。で、なんかあの、昨日、昨日、ちらと、 見たのあ、横田基地になんかトランプさんの飛行機、トランプ専用機がトランプって書いてあるやつ来たみたいなね、そんな記事もちらっと見たんですけど、んで、今日は、あのー、もう今の時間取ってあるんですよね、今日都内に3000か所ホテル取ってあるらしいですよね、政府がね。で、昨日トランプ来たと。ほんで えまあ、岸田さんは今度はアメリカでバイデンと握手してるわけですよ。<laughs> ねえ、国賓とか言われてね。で、トランプさんは、その、Q のメッセージとかなんとかでね。まあ、今までは、今まではその、ポップコーン食って映画見てろと。ね。<laughs> 今までその目に見えてんのこれ映画だからもう見とけとポップコーン食ってろ言ってたのがもうすぐだよとでみんなこの映画のエンディングは気に入るはずだってね <laughs> 言ってんですよもうすぐだよとんで一般庶民は私と共にいろよと言ってますよもうすぐだよってねエンディング気に入ると思うようだ ポップコーン食ってて見てたエンディングがまあぼちぼちなんじゃないですかねと思いたいですね。何が見えてくるのこのエンディングってどう見えるんでしょうかね。で今日あのまあいろんなねこれまでの流れとかを簡単にまとめてくれてたブログを紹介してくれてる方がいたんでで、えー、とそのブログのページも 下説明欄のとこに、おすすめ動画のとこに、そのさっきのファイザーの、まあ、内部告発してくれてあ、この方ね、日本人なんでしょうね。日本語で語られてます。なので、聞きやすいと思います。で、それと一緒に、そのブログのアドレス貼っときますね。ぜひ見てみてください。あの、そういう流れかもねって思えるような流れでした。 で、そこでね、まあ言われてんのは、あのーこれ、ゲサラが発動になるときに、それをまあ発表するゲサラっての、ゲサラってのは国際法です。で、ネサラってのはそれぞれの国にかかってくる。だ日本でやればジェサラっていう形だったりね。まあそれはその国内法になってくるんですよゲサラに準拠した国が、 国内で定めていくものになっていくのがネサラっていう部分であってであくまでも国際的に準拠していくってのはそのゲサラっていう部分ですでそのゲサラを発表する時ってのはその国のまあ原種っていうか代表者は国外にいるっていうことになってるらしいんですよもう,もう知らなかったんですけどねいや知らなかったら忘れてたのかななんかあれそんなんあったっけかなぐらいの感じだったんですけど で、ひょっとしたらトランプさん今日本横田に来てるかもしれないんですよ。んで、日本のキッシーはバイデンさんとアメリカで握手してるんですよ。タイミングとしていいじゃないですか。その国にいないってね。なので、いや、面白い状況だなと。で、ゲサラゲサラってのずっとね、ここのとこ噂されてるんで。 で、EBS も絡んでっていうことで、だから、ゲサラが準拠されてく、で、本当に発表されてくっていうのには、え、まあ、面白い状況じゃないかなと思います。だから、ちょっと、うん、楽しみ増えましたね。で、結局、あの、テ t ービ b とか、 まあ、あと、メドベットとかもそうですよね。あの、ティア 4B とかメドベットってもんがなんで存在するのかってね、そういう噂が存在するのかっていうと、その根拠ってのはゲサラの中にあるわけですよ。その、まあ今までの中央銀行制は全部廃止しちゃうよと。今までの中央銀行制を廃止していくってことは、これは俯瞰紙幣の終了を意味していきます。 で、俯瞰紙幣ってのが今もう終わってってるわけじゃないですか。法定通貨って言われるもんね。だから今、円ももう間もなく <laughs> 終わりそうですよ。普通の、ほんと子供銀行の日本円。で、子供銀行の米ドルももう間もなく終了ですよ。あの、客観的に見たら、そう、そうとしか見えないじゃないですか。 んで、客観的に見てったら、もうブリックスのゴールドバックがどん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 台頭してきてるわけですよ。で、ジンバブエだって今までもハイパーインフレってここまで行くのってぐらいの超ハイパーインフレを食らってね、やってたのがもうゴールドバックのジンバブエジム、GIM、あ、ZIM じゃなくて、Z、ZIG ですよ。ジム。 っていうものに、まあ、発表された。で、その結果を、まあ、ジンバブエの中央銀行も、おおむね良好だと、<laughs> 見ているとね。そういう状況も、も世界中はあんな紙切れ、印刷したもんの,の、ほ、うんと、これは信用しろって言ってね、殴りつけて使わしていくような、その世界の基軸通貨だって言ってね、やってたやり方ってのはもう通用しないよ。もう、ここからドル離れっていうことが、 どん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 加速してもう止まんない勢いで来てるわけですよ。で、そこにくっついてきてる日本ってのも、まあ、子供銀行の印刷した紙切れは終了ですよ。で、先日お話ししたように、この天の川銀河、プレアデス銀河の表裏の行動面をもう超えてって、今ポジティブなエネルギーの側にどん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 入っていってるわけですよ。 なので、本体の、もう、レプタリアンっていうかね、その、悪魔と呼べば悪魔のような、諸行を下してきたレプタリアンたちの本体ってのはもう、入れないわけですよ。波動周波数が上がりすぎちゃって、連中も居心地悪いんです。なので、んで、もう当然本体はいなくなってるよと、だいぶ前にね。 で、ただ今まで残ってたのは、その番党たちですよ。ハ <laughs> イブリッドなのか何なのかわかんないですけど、まあその残党たちが、後ろ盾がいなくなってるのを知らずにまだやってるわけですよねで。権力を手放したくなくて、まだそこで握りしめてるわけですよ。んで、世の中を牛耳ろうとしてきてる力がどん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 弱まってきてね。 で、そこに、憑依してる者たちがいっぱい多分くっついているのでしょう。欲の深い者たちがね。で、そういうものに憑依されて、もう自分は我を失ってるんじゃないですかね。未だにそういうことやってる人たちね。ほんで、後ろ盾あるつもりでやってんのがだんだん風向き悪くなってきたらね、親分って後ろ向いたら親分いないんですよ、もう。<laughs> ねえ。 ほんとあの、官僚なんかにも多いでしょうね、そういう人らね。マスコミ協会もそうですね。まあ、どうかも賢者だね。政財界全部、芸能界もでしょうね。な本ほんとにあの、その中でね、いくらかでも正気な感覚を持ってる方がいたら内部告発とかするんだったら今のうちですよ、ほんとに。後になったらもうただの言い訳ですよ、そんなもん。ねえ。 ぜひ、ぜひ皆さん正直者になって、本当のことを話すことをお勧めします。<laughs> マスコミの皆さん特に頼みますよ。今回、ね、これ日本では見れないし、アメリカもなんかひょっとするとこれ曇りで見えないんじゃないのっていう記事も今日 X には載ってましたね。 でも多分雲の上に飛行機は飛ばすんでしょうね。それで観測する人らは多分出てくると思います。まして今回その彗星が見えるかもしんないっていうんでね。で、その彗星ってどんなもんが見えるんでしょうかね。ひょっとしてこれが青かったりすると、ホピが言ってるカチーナっていう青い星が空に現れるよ。 っていう予言とね、まあ最後の予言ですかね、10十番目の予言ですか。カチーナという青い星が現れた時に、まあ我々のこの儀式は終了するってね。まあ一個この世界が終了するよと。それはこの世界の崩壊を意味するもんではないと思うんですけども、まあでも一個のきっかけになりますよね。で、まあ、 聖書にまつわる土地をずっとなんか今回ね日食見える土地っての聖書にまつわるとこだいぶなんかいろいろあるんですよねで最後の最終予言がなんか始まるかなんかってことを言ってる人たちもいますねいずれはまあねそれが今回青い星じゃないかもしれないですねその彗星はわかんないですね なんか太陽の裏側にあって常に地球と反対の位置にあるんで見えてないのがやがてずれて見えてくるよっていう話もありますね。まだわかんないです。でもなんか雰囲気的に青かったらどうなんだろうなっていう感じではちょっと思ってますね。で、まあ聖書にしたってそのホピーにしたって全部あの 帰ってくるねその神様が帰ってくるっていうことをまあキリストの再臨キリストじゃないですねイエスの再臨なんですかねこれはねキリストってのはただの救世主ですもんねだからキリストの墓青森にもありますよ <laughs> でもあれちゃんとイスラエル大使館から石碑も送られてるんですよキリストの墓ってね だけど、あのー、ナザレのイエス、イエスキリストじゃないから、ただのキリストだから救世主なんですよ。で、まあ、その、イエスも再臨するよと。何でしたっけ契約の箱をオリーブ山に持って上がると再臨するって言われてんでしたかね聖書の中でどうでしたかねで、まあ、アマテラスも帰ってくるよって言われてるし、 北海道沖来るカムイっていうのも帰ってくるよって言って東の空に飛んでったみたいなねそんな話だったりホピも血アトルあがやがて帰ってくるでククルカンってのもそうですよねみんなあの神々って帰ってくるっていう約束していなくなってんですよねこの世界からね帰ってくんでしょうね まあ今回それのタイミングがどうかはわかんないですけどね。帰ってきたら面白いですね。どんな世界になっちゃうんでしょうかね。ぼん <laughs> と空に現れたりするんでしょうかね。あるいは一人一人の心の中に帰ってくるんですかね。どっちもありなんじゃないですか。ねえ、テレビとかで本当にあのいろんな人がまだごちゃごちゃ言ってますよね。 あの緑のたぬきだったり、あの橋の下さん。本当橋の下が似合いますよね、あの人ね。<laughs> もっともらしい顔したやつほど、本当嘘つきですよね。つ <laughs> きにも出てきますね。なんか、善人の顔した、善人の顔した悪人と、悪人のような善人とってなんかね、 なんか悪の総大将ってのも意外と善人に見えたりするもんだぞみたいなニュアンスが書いてありましたね。まあね、アマテラスってのも岩戸開きの話で、やっぱあの、天の岩戸開きでね、火付け神事で初めて読んだとき、ああってびっくりしましたよね。このアマテラスが岩戸にこもってね。 お前らそれ騙して引っ張り出したんだから、偽物の神様出てくんの当たり前だろうってね <laughs>。あ、そんな、そんな文字じゃないですよ。んまあ、ニュアンスとしてはそんなもんですよ。そう読み、読みました、俺はね。あ、に、騙して出したんだから、当然偽物出てくんの当たり前じゃねえかと。今回の岩扉開らは本物の神を出すんだよと。ねえ。 当然ですよね。で、まあ今表にあんのは、その騙して出した神様のマテ天照なんでしょうね、きっとね。その天ぷらとか言われてる人たちでも、これね、意外とあの言葉で勘違いしてる人多いですよね。あの、天に白って書いて王様で、 天の何やらの王ねこれまっすぐ言っちゃうと俺今警告中90日警告食らってるんで <laughs> あの <laughs> 消されやすいんでちょっとごまかして言いますけど天ぷら蹴ってで本物の天ぷらが出るだの偽物の今のは偽物の天ぷらだの言ってるけどこれ天の白い王様っていうね それは本物も偽物もないんですよ。今入れ替わったとかね、なんだかんだ言われてんのは、その、陛下なんですよ。<laughs> その本物の天の白い王様ってのは、これは変わらないんですよ。本物は本物しかないんです。で、偽物になったり、いろいろカピバラ食ってたりする連中は陛下なんですよ。 その人間界とその本物のね天の王様をつなぐものが陛下なんですよその階下にあるものその階段の下にいるものが陛下なんですだから偽物の陛下なんですよ正しくはね <laughs> だから天の王様に偽も本物もないんですよ本当はさ 俺はそう思ってます、ね、そ人それぞれ理解はいろいろでしょうから、まあ自分の心地の良いようにそこは理解したらいいと思うんで、あの別に文句言わないでくださいね。これ勝手に俺が言ってるだけですからね。ね今回昨日の飛行機っていうのは本当にあれトランプさん。 トランプ専用機ですよね。トランプって大きく書いた飛行機。なんか、横田基地に着陸してる風景、動画では出てましたね。動画っていうか写真か。どうなんでしょう。本当に来てんでしょうかね。でも、何事もなかったら、都内の部屋3000室って抑えないですよね。 何かはあるんでしょうね。まさか政府を挙げて、なんかまた、また水着のお姉ちゃんでも呼んでパーティーでもするんですかね。<laughs> 3000室予約を取るって、まあ、まあ、ただもっちゃないですよね。なんかのよっぽどの国際会議でもあるのかどうなのかっていうとこですよね。 まあだからねゲサラの発表とかあったら面白いなぁと俺は思ってんですけどねどうなんでしょうね明日の朝になったらねまたなんかアメリカ柄のニュースってのが入ってきたりするんですかね今夜今日のうちはまだ2色始まってないんでそういうニュースがまあ来るとしたら明日ですかね であと、まあ、私事っていうか自分の感覚なんですけど、これはあの、2月の末から、まあ3月の頭、あ、2月の頭だね。で、でまあ体調崩してったわけですよ。体調崩したっていうか、ちょっと大きな波動調整くらってね。で、まあ10日ぐらい断食状態になって、 まあこれ大きいのは2回目だったんです。前食らったのは2011年の時ですね。2011年の7月に1回食らって、わけわかんない感じでもドがーンと来ても物食えないしだ、断食する気じゃなくても断食になっちゃってる状態でね。んーでとにかく調子悪いもありとあらゆるもんが体調子悪くて、 ほんで、まあ、そっからスッキリしてったわけですよ。まあ、その辺のくだりは、あの、まあ、どっかで話してますね。で、なんだ、え、お告げかなんかの時に話したんだっけかな。まあ、過去動画で話してます。で、今回は、その、1月の末から2月の頭、だ自分の誕生日近くで、 まあ東京川崎とか行ったんですよねあとクルーズさんとこ顔出したりねそん時にもうピークで来てたんですよやっとこすとこ東京までもうはいつくばってゲロ吐ぎながら <laughs> 行ってね本当クルーズさんには迷惑かけて本当あの時はクルーズさんすいませんでしたでそれでっかい波動調整2回目食らって 一回目、2011年に食らった時には、あの、ハイアーセルフと繋がるってことがその後来たんですよ。だから自分の中、が本当大掃除したんですよね。その時波動調整っていうのはね。で、今回は、今回波動調整食らって、いや、どうなっていくんだろうなって思ったら、今ね、今の状態が本当なんて言うんですかね。これ 気上がりにちょっと近いんですよ。<laughs> 三次元的な用心がね、ほんとこなせないんです。あの三次元的な部分がね、ほんと手つかないんですよ。あ手つかないっていうより手をつけられないっていうかね。かこういう五次元的な怪しい話はなんかね、止まんないぐらいからでもね、生きちゃうんですけど。 三次元的なとこ事務処理的なこととかそういうのはまるでダメですね。なのであの本当にあのまあ Facebook だったりねあと LINE とかもいろいろ連絡くれたり情報くれたりしていただいてるんですけども本当にあの全部本当はあのポチッとそのスイッチ タブレッットのスイッチを押す気にななってないんで全部既読ついてないです。全部目通してない。全部読んでないですが、今、あの、全然開いてもいないのがもう300ぐらいあるんですかね。なんか、いっぱいいっぱいありますね。本、え、当、ー、すいません。あの、でも、そこにね、なんか行かないんですよ。もう目が上ばっかり向いちゃってて、 どうもね、そういう横とかのそういう用事ってのがなかなか今こなせずにいます。まだあの、全然ね、情報送ったのに、返事も横さんね、どころか、こいつ見てもいないって人らがいっぱいいると思うんですけど、<laughs> すみません、そういう感じなんで、あの、えー、まあ、そのうち、そのうち開くかもしれませんので、ご容赦ください。で、 あのまあ怪しい目に見えない世界の話っていうのをこの間からねちょこちょこしてるんですけどおそらくこれえまあ三次元的な世界が崩壊していくのと同時にゲサラの発動だったりももうもうそんなに遠くないところでそれは起こらなくちゃいけないことなんだと思うんです もう必然、怒らなくちゃいけないというのは必然的に怒ってくるんだと思います。こっから、ね、残念ながら三次元的にはかなりもっと、まあ、ほんとね、見るに耐えないっていう言葉がひょっとすると似合うとこまでこの世界はぶっ壊れていくんじゃないでしょうかね。崩壊していくっていうのはそういうことですよね。あのー、 命を落とす人もたくさん出てくるんじゃないでしょうか。今、超過死亡数が、なんかね、10万人とか言ってるけど、日付神事に出てくんのは、1日10万人死に出したらいよいよだと思えってね。<laughs> 出てきてますよ。日付にはね。世界的にですかね。日本だけの話ですかね。まあ、どっちもあり得るかもしれないですね。 でも、それぐらいの覚悟は必要なんじゃないでしょうかね。あの、なんとか生き延びようと思ってね、2012年のね、マヨカレンダーがここで終わってるっていう時にも、あフランスだったかどこだかの、なんかそこの街だけは助かるみたいな噂が流れて、ほんとあの、 何千人だかのちっちゃな町、村ですよね。で、そこに何万人規模で人が押し寄せたっていうニュースがありましたね、昔ね。でもそういうことで助かるもんとかダメなもんじゃないと思うんですよ。助かる奴は助かるし、ねえ、助かんない奴は助かんないって言ったって魂の話じゃないですよ。この肉の話ですよ。 でもまあ、必死にね、居残ろうとして、いろんな蓄え、ほんとあの、何年分って蓄えてる人もいますよね。アスカキョさんなんかもそんなこと言ってましたね。あとまあ、YouTube のインフルエンサーの人も山形になんか空き家借りて、そこに何年分中のガスとか水とか食料とかね、備蓄してるみたいな人もいましたね。 でも、なんかね、そういうことじゃないんでしょうね。火きけ信者にもその、もうお前のもんじゃねえもういくら用意したって駄目だよと、<laughs> 出てきてましたね。でしょうね。なんか、そういうことではないんだと思います。んで、さらにね、そこで、助かったことを、後でも後悔するほど <laughs>、あの、助かったことを後悔するほど、しんどい目にも合うぞと。 ね「今回の浄化は火と水だぞ」ってね「火と水の浄化だから秘密だ」みたいなほんとダジャレばっかり出てくるんですよね。<laughs> で神も仏もないものかと思うほどの状態になるようなことを言ってますね。ね神様が神も仏もないもんだと思うほどのことになるぞって神様言ってんだからきっとそうなんでしょうね。<laughs> でも、それは、リアルじゃないですよ。ここのマトリックスの崩壊の時にそうなるっていうことなんだと思います。だから、怖がって準備するようなもんじゃないですよね。三次元的なものをね。準備するとしたら、四次元的なところで、五次元的なところで、魂磨いとけよと。言ってんのはそれだけですよ。魂磨いとけと。ね、もう、 大洗濯するから魂磨いとけと。洗濯機に放り込まれるようなもんなんでしょうね。で、それが火と水で浄化されるって言うんだからもう熱いお湯とかまで入れられんじゃないですかね、洗濯機でね。ほんでぐるんぐるんにかき混ぜられんじゃないですかで。とにかくもう1にも2にも魂磨いとけと。早く磨いたやつから楽になるぞって言ってます。準備できるもんってそれしかないですよ。 ね、何年分の食料と、そら、ね、こっから EBS だの、何だのってかかってって、ね、戒厳令とか、ひょっとしたらなんか千トンパチの真似事ぐらいするんですかね。ただ物流は止まっていくでしょうね。物流ってのは三次元的にこれは止まっていくと思います。今までね、DS といえど、DS のシステムといえど、便利に使ってきた部分もありますから、そこは滞っていくので、 これは物流ってのは大きく損なわれていくんだと思います。なので、ある程度の備えってのはそりゃ、ね、こうやって早いうちからずっと、もう早いのは10年前から <laughs> 10年前はさすがに早すぎてね、言えなかったですけど、ここまで来たら、まあぼじぼじいつ何やってもおかしくないからっていう感覚は、うん、皆さん全員頷けるんじゃないでしょうかね。 本当にあの東日本の時も本当にあの物流が止止まままるってのはブチッと止まりますよ、ね、地震で来るか何で来るかわかんないですけど止まったってなったら止まるっていうあるいはこれ時間かけて来る場合は止まるよっていう噂が流れた段階からもうすでに棚からなくなってくんじゃないでしょうかね。 昔オイルショックの頃は何がどうだったんだかわかんないけどあのみんなで血迷ったようにトイレットペーパー買い漁さってましたよねテレビの中でね煽ったやついるんでしょうね多分ここはね年齢層高い方多いんであの風景テレビで見た方多いんじゃないでしょうかねなんかもう血眼になってトイレットペーパー買い漁さってましたね <laughs> なんだったんでしょうねあれねある程度の備えってのは本当にねあの持っといた方がある程度のですよ5年分10年分そら持って安心するんだったらそれでもいいでしょうでもある程度の備えってのはやっぱ持った方がいいんじゃないでしょうかねであと都市部でねなんかこう震災とかにあった人が口々にみんな言うのがそのやっぱ 枕元になんかその履物。だ揺れた跡とかっての部屋の中中ガラスの割れたもんばっかりだらけになったりもするんですよ。そこを素足で歩くってのは非常にね、危険なので。なんかそのスリッパでも、スリッパ一枚でもあるとないじゃきっと違うんだと思うんですよ。あとはそういうね、割れたら危険なものを まあ寝室とか寝てるところの周りからはちょっと遠ざけとくっていうのも手かもしれないですね。まあでも東日本の時は本当にあっという間に物がなくなってました。で、スーパーとかってのも、あの、震災と直後、ほぼほぼもう直後から停電しますんで、で、店の中も散乱してるんで、 散乱、商品が散乱してるとこに電気がついてないんで、お客さんを普通に入れるわけにはいかないんですよ。だからその時にちょこっとの間だけ空いてたのはコンビニだけでしたね。俺が、あの、揺れて30分後には買いに行ってたと思うんですけども、もう、大きいとこはみんな閉まってました。対応できる状態じゃないです。で、コンビニだけが、ほんと一部のコンビニだけが、 電卓で計算しながらちょこっと残ってるものを販売してくれてましたねことが起こってからでは慌てるでしょうから多少の心積もりは本当にしといた方がいいと思いますまあね今のはもうなん40分以上かえー、なんかねあの今日はパラレルワールドの話をちょっとしてみようかなと思って てたんですけどなんかだいぶ長く話しちゃったんでパラレルの話はまあ次回次回しましょうがね自分が一回そのパラレルジャンプしたっていう話はねであのー、今はねここはまあ、だいぶ前から言われて2012年でクロスポイントとか言われてたんだけどなんつうんでしょうねあのー 砂時計にしたら今のこういう時期ってのは2012年あたりを挟んでの前後っていうとこですよねでその辺ってのはこれタイムラインのクロスポイントっていうふうに言う人たちもいてねだからこの上はたっぷりしたある程度の溶石を距離を持っててでだけど今ここに向かって全部がその集約してくるんですよその流れがね で、ここの集約を抜けていった後はまた広い世界に広がっていくんです。で、今この砂時計のキュッとウエストの縮まった、羨ましいウエストの縮まり方ですね。俺らのウエストじゃこうですからね、余計膨らんじゃいますんで、そのくぼみのとこですよ。だから、あのー、わかんないですよ。これは俺の妄想ですけど、あのー、本当巨人も、巨人はいただろうなと。 で、あと昔の、今のあの、まあ、化石と呼ばれてるだったり、山と呼ばれてるだったりね。で、ああいうもんも明らかにこれ巨大樹があっただろうと。巨大樹があって巨大な木の実が落ちた、その木の実の化石がなんか周りに大きな石だったりね。あともうあからさまに亀だったり、象だったり、蛇だったり。 ねいろんなその巨大な動物がいたんだろうと、それが石化したんじゃないのっていうものも、やっぱ痕跡はこの地上にたくさん残ってんですよ。でそういうものがあったりする世界と、あと宇宙人もこれいっぱい来てただろうで、いろんな種類来てただろうと。ね縄文人ぐらいの、ね、そういう感覚的に付き合えるっていう、直感で付き合えるっていう、テレパシー使えるっていう世界だったら、 宇宙人も平気で着陸してきただろうと。ねようみたいな感じで付き合えてたんじゃないですかという世界が、あとはその学校で習ったっていうね、本当にあるがないかわかんない歴史。で、そういうものも、これあったあったって教えられてっちゃうと、過去ってももう多分タイムラインは繋がっていくんですよね。おそらく素粒子の並びってそういうもんなんだと思うんです。 あったたあったって言われてたらそれはあったことになったタイムラインっていうのできてっちゃうと思うんですよ。だからそれそういうねいろんなもんがどっぷりあったもんがここのタイムラインでは全部集約してくるんですよ細いところにね。でこの細いところに集約してってクロスポイントを迎えてまた広がっていく次の世界を作っていくんだと思うんです。そここでパラレルルワールドっていうことが、 またたくさん登場してくるんだと思うんです。で、そういう大きな流れで言えばそういうもんになってくるんでしょうけど、ちっちゃな流れで言えばもう一人一人のそのまんまの歴史ってのがそのまんまパラレルワールドですよ。同じ世界に生きてたってみんな一人一人見てる世界って違うじゃないですか。経験したことって違うじゃないですか。で、同じ出来事を どっちの角度から見るか、どっちの角度から捉えるかによって、その一瞬同じ出来事にしたいしたって、自分だってどっちの世界にも分かれていられるわけですよ。で、そうやって分かれて、現実の中で選ばなかった方を夢の中でそれを経験しに行ってたりすると言われています。まあね、<laughs> このパラレルワールド話し出しちゃうと、もう,俺もうほんとあの、 長編1時間越してっちゃう1時間もう50分になるんでその辺はま,あまた次回話してみましょうねでまあ今晩ね地球の裏側アメリカじゃ日食らしいですよひょっとすると見れないかもしれないって言われてるけどまあでもエネルギー的なちょっと大きな転換点になってくるかもしれないですよねまあその辺楽しみにして ねえ、今晩明日のニュース見てみましょうかね。というところの話でした。じゃあ、また興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。ほんじゃ、またね。